こんにちは、チキチキバンバンマリコです。しもです。はい。私たちの車はね、ヘッドライトがすっごく暗くて、過去の動画でも多分気づいてる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、めちゃくちゃ暗いので、今回 HID 屋の LED ランプに交換します。やった。本当に大雨が降った日があったじゃん。ライト暗すぎ。今、レーザービーム。マジで。姫運転してて大雨が降った日があったんですけども、暗すぎて本当に前が見えなくて、ちょっとこれはダメだなって、なんか車検の時からちょこちょこコメントでいただいてはいたんですよ。ヘッドライト暗くないですかって言われてたんですけど、車検合格してるから大丈夫なのかなって思ってたんですけど、いざ暗い道を運転してみたらもう全然明るさが足りないということで、今回 HID 屋さんにねお世話になることになりました。はい、じゃあね、この後自分たちで交換をしてみて、で実際に道路を走ってその明るさの比較をしてみたいと思います。はい。それでは行ってみましょう。おう。HID 屋。HID 屋。可愛いねカタカナ。じゃあ開けてみます。はい。よし。こんな感じ。とりあえず解説明書とヘッドライトを交換するのでライトが2つ入ってます。これが HID 屋のハロゲン型 LED バルブの M シリーズってやつで、私たちの車の型に合う H4 型です。こんな感じ。なるほどね。ここに LED の光源があるね。で、これがドライバーユニットっていうやつです。はい。車の配線につなぐ差し口がこれです。では取り付けていきます。はい。取り付け前に必ず点灯確認をしてくださいって書いてある。あ、そうなんだ。説明書に点灯確認の方法みたいなの書いてあったわ。ということなので点灯確認していきます。はい。ここにね、コネクターがついてるから外します。はい。ちょっと汚れそう。気をつけて、綺麗な洋服。いい。オッケー。おお、すごい上手。で、新しいやつ。はい、差し込みます。はい。あ、オッケーオッケー。接続点が見たい。いやー、無理かな。ちょっと待って。こんな感じで接続されてます。じゃあ、これもう左右同時にやっちゃうか。あっちも外して。あ、そうだね。点灯チェックだもんね。ナイス。上手。ありがとう。いい。じゃあ、点灯します。はい、お願いします。わあ、眩しい、ついた。めっちゃ明るい。完璧です。はい、じゃあちょっとね、交換の前にお勉強タイムなんですけど、今私たちのこの車はハロゲンバルブが使われています。で、それを今回 LED バルブに交換します。でね、なんかそのハロゲンと LED の特徴なんですけど、まずハロゲンバルブよりも LED バルブの方が寿命が長い。だから交換サイクルが短くなります。だってハロゲンってさ、あれでしょ？バックも全部ハロゲンだよね、うちら。あ、そうだね。車検取りに行く前にさ、玉切れしてたよね、後ろ。玉切れしてた。2、3年に1回ぐらい交換のタイミングが来ちゃうのがハロゲンバルブっぽいね。LED は？ LED15 年。わお。すごい。あと消費電力がハロゲンよりも LED の方が少ないっていうのもいいよね。ありがたいね。ありがたい。やっぱ走行充電とかそうそうそう、もうまさにそれが気になってた。結構さ、夜走行充電回してる時にヘッドライトつけるの怖いなって思うじゃん。だからちょっとでも軽減されるのはすごいありがたいなと思います。あと、LED の特徴としては熱を持たないっていうのがあると思うんですけど、そうハロゲンは熱を持っていて LED は熱を持っていない。なんだけどやっぱり雪国の方とかは LED ランプは向かないみたいです。熱がねあることによって雪が溶けたりするので、雪国の方はそんなに LED ランプはおすすめしません。はい、あともう最後に LED ランプの一番の特徴なんですけど、もうね、なんと言っても明るいっていうのが今回いいなと思いました。もうてかそれが一番やりたいことだからね。まあその夜になったらビフォーアフターの映像をしっかり撮りたいなと思います。ただね、その明るくなりすぎるとやっぱり対向車の方が眩しすぎてこう迷惑だったり、なんか事故につながったりとかがね、めちゃくちゃ心配だなと。たまに対向車でさ、すごい明るくて眩しいってなる時あるよね。あれになっちゃうってことだよね。そう。まあ、そうかなと思って、うん、すごい不安に思っていたんですけど、この HID 屋のこの M シリーズはカットラインがハロゲンランプみたいに綺麗に出るから、対向車が眩しすぎるっていうことがないっていうのも特徴みたいです。もう LED といったらもう全体がパーって明るくなっちゃうっていうのが多かったみたいなんだけど、この商品ではしっかりカットラインを出せたみたいです。すごい。じゃあ交換していきます。じゃあさっきと同じように、うん、プラグを外して、うん、で中の電球まで出していきます。はい。コネクターを抜きました。次に、うん、このグロメットを外します。これはね、実は旅に来る前に、うん、幕張のトヨタのディーラーさんに教えてもらったんですよ、うん、全然違うさ、別件で行ったのにさ、うん、すっごい丁寧に教えてくれたよね。ね、はい、外れた。ライトを外さなきゃいけないかと思ってたんだけど、あ、ね、うん、外さなくていいみたいで、ね、めちゃめちゃ交換しやすいよね。だよね。なんかね、もうここさ、ネジで分解してこれパカーンって取らないといけないと思ってたね、うん、だけど、もう裏側をちょちょってするといけるっていう。簡単なのよ、ね、で、ここにちょっとなんか引っかかってる針金が2本あるので、両サイドになんとなく伝わるでしょうかはい、その押さえの針金をどかします、はい、あ、2本って言ったけど、なんかつながってるのが1個ついてた、うん、はい、で、もうこれで中のランプが出てくるはず。出てきた。おー、そうなんだ、すごい。で、こっちがハロゲンで、こっちが HID 屋の LED バルブ、うん、なんかね、この台座の形とか、うん、やっぱ一緒だよね。なるほどね、まあ、そうじゃないとね、つかないもんね、うん、ね。じゃあこれを取り付けます。はい、お願いします。まず台座を取ります、うん、引くえ、パワー回したりとかない？パワー、ほんと？回したりとかないもう怖い、そうで怖いあ、およかった、危な取れました。で、これを先につけるらしい。もうパワーで解決しちゃうから聞こえた、解決できてないんだ最初にこれをつけて、先につけるんだね、台座だけを。そう、車側に俺が、なんていうの、ああ、3個の出っ張り入る溝がある。なるほど。そこに合わせて入れます。はい。お、また入りました。おお、ぴったり、気持ちいい。で、今針金をつけたら固定された。針金で固定されるのか。なるほどね。で、グロメットを戻します。はい。はい。で、いざ入れます。はい。向きはあるのでしょうか？あるらしいよ。え、そのカットラインが逆になったりしちゃうんだってなるほど、これカットラインを作るためのなんかなのかな、これ。そういうことか。ここの向きが違うのっぽいね、うん、あ、そういうことだ。差し込みの角度によってカットラインがね、変わってきちゃうみたいなんだけど、うん、まあそれは今旅中で自分たちでやるのが難しそうなので、ディーラーとか、まあ、イエローハットとかオートバックスとかそういうところに行ってやってもらおうと思ってます、うん、もしね、作業場所にいたら自分たちでマステとか貼ってやってみてもよかったかもしれないんだけど、うん、ね、白い壁とかがあったらね、できたんだけどね、ちょっとね、難しそうなの、うん、お願いしようと思ってます。はい。で、ひねって縦にしたいよね。でも全然わかんないんだよな。うん、だいたい。あ、いい感じそう。じゃああとはコネクタをつなぎます。はい。うん、ついた。オッケー、ありがとう。で、この子がプラプラしちゃうんだよね。多分この辺で悪さしそう。そうだね、どっかに固定しなきゃだね。ここになんかいい感じの棒を見つけたから、うん、こんな感じで固定しようかな。うん、そうしよう。いいのかな、これで。いいんじゃないかな。なんか間違ってたら教えてください。はい。じゃあちょっと今明るいからどのぐらい差が出るかわかんないけど、まあ、左がハロゲン、右が LED バルブ、比較してみます。はい、お願いします。あー、色味が全然違う。ハロゲンオレンジって感じだけど LED はすごい白って感じで、なんかもう明るさ違うんだけどちょっとカメラじゃあんまり伝わらないわ。 LED からのハロゲン、すごい全然違うやんね。全然違う、ね、すごい。これは夜に期待ですね。ね、明るい。ちょっとカメラのレンズが良すぎて肉眼よりも明るく見えるんですけど、本当肉眼で見ると全然違います。 HID 用の方が本当どんぐらいだろう、10倍ぐらい明るく見えます。おー、なんかハロゲンの方がふわって消えてくんだ。じゃあビフォースタートします。はい、お願いします。はい、この先、信号の向こう何も見えないんだけど。見えないね。え、マジで暗いね。こんな感じです。うわ、すごい。普通にすごい。楽しい。楽しい。はい、じゃあ HID LED ライトに変えたので走ってみます。はい、違いが楽しみ。めっちゃ楽しみだね。はい、お願いします。はい、めっちゃ明るい気がするんだけど。お願いします。はい、めっちゃ明るいやするんだけど、すごいね。めっちゃ明るい。全然違う。ハイビームつけてるみたいね。なんかまだロービームなのに、先が見えてる。すごい。不安に思わない。いや、全然違う。すごい。ハイビームだと本当に洞窟の奥の奥まで見えるね。本当だね。ロービームすごすぎて、あんまハイビームこれぐらいならいらないかな。今さ、ローにしてみて。あー、でも奥の方までやっぱ見えるんだ。おー、全然違うね。全然違う。はい、それでは映像を比較していきたいと思います。あ、もうつけた瞬間から全然明るさが違いますね。なんか見えてる範囲も違うので安心感が全然違いました。左側の家とか旗の見え方が全く違いました。これなら歩行者もしっかり見えるんじゃないかなと思います。はい、ガードレールの見え方が全然違いました。ビフォーだとガードレールの存在になかなか気づかない可能性もあるなと思って、怖いなと思います。トンネルの終わりの輪郭がしっかり見えるようになってますね。あと標識の見え方っていうのも全然違います。はい、次にハイビームです。奥の方までしっかり照らされつつ、手前の方もしっかり見えるようになりました。ちなみにここは大分県中津市の青の洞門という観光地です。とっても素敵な場所なので、昼間の様子も撮ってここに載せるつもりだったんですけど、忘れてしまいました。すいません。トヨタのディーラーに着きました。はい、あ、お姉さん、ここでちょっと工事くんの調整をね、最後にしてもらおうと思ってます。はい、今さ、ヘッドライトの光軸の調整ってお願いできますか？光軸の調整、今からですかね。ちょっとお待ちください。あ、すみません、お願いします。ご予約のお客様いっぱいとはできないです。わかりました。ありがとうございます。できなかった。予約してませんでした。そっか。じゃあこの辺イエローハットとか、あとオートバックスとかもあったから、そういうとこ行ってみる？そうしよう。あ、すいません。ヘッドライトの光軸の調整だけお願いすることってできますか？あ、そうなんですか。あ、すみません。ヘッドライトの光軸の調整ってお店でお願いすることできますか？あ、本当ですか。ちなみにおいくらですか？5,500円。あ、なるほど。わかりました。後ほど、はい、お伺いするかもしれません。はい、失礼いたします。高いね。ちょっと車検のコバックっていう車検のとこでも行けるかもと思って電話してみる。あ、すいません。車のヘッドライトの光軸の調整だけそちらでやっていただくことってできますか？あ、本当ですか。費用っておいくらになりますかね？あ、そうなんですか。ありがとうございます。今すぐかかっても大丈夫ですか？はい、よろしくお願いします。失礼します。よかったー。じゃあ、車検のコバックさんに伺います。はい。よかったよかった。よかったか。5,500円は高すぎると思ったよね。おっと。ねえ、相場2,000円ぐらいって見てたからさ。お願いします。はい。ということで、コバックさんで後軸調整までしてもらって、無事、ヘッドライト交換できました。よかった。よかった。いやー、嬉しいね。これで本当に暗い道でもね、だいぶ明るくなって、前より安全に運転できるんじゃないかなと思います。昨日ビフォーアフター撮った時もさ、なんかもう全然違う道に見えたね。明るさが違うだけで。もうなんか運転しててこう、気持ちが違ったもん。なんかやっぱ最初不安だなーっていう気持ちがすごい強かったけど、なんか、あ、見えてるってなった。安心感だね。はい。ということで、じゃあ、九州旅は安全になるんですかね。そう思います。ライト問題は解決ですね。はい。はい。今回使った商品は HID 屋さんのものなんですけど、ちょっと詳しくは概要欄に載せているので、ぜひ気になる方は見てみてください。はい。お願いします。はい。ということで、今回も見ていただき、ありがとうございました。少しでもいいと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。バイバーイ。